ということなんですけどね、はい、ということでちょっと原宿デキンも今もなってるんですけど、ちょっとこの原宿デキンをちょっとそろそろ解除してもいいんじゃないかななんて思ってる方も多分少なくはないことだと思うので、ね、もういろんなちょっと皆さんもね、お、なんかでもいっぱい来て、ほらね、もうやっていいんじゃないって。そうだって、もうだってデキンになってから長いっすよね、1年半以上。多分デキンになった理由をまだ知らない人もいっぱいいる。いっぱいそうなんや、新しく来て知らない人もいる。2015年6月ですからね、ミッション失敗して。そうですね。そう、なんか僕たちは、うん、考えてるのが新生美食になりましたよ、今年には、うん、ではまだこれが残ってて、うん、どうすればいいかなって。なんかね、このデキン解除にするね、ちょっとなんかこうちょっと機会というのをちょっと欲しいので、ちょっといろんな方のね意見もありますし、うん、ちょっとデキン解除してほしいというか、声がですね、多く寄せられてますので、実はですね、僕今日ジョル原宿の運営スタッフさんから手紙を預かってきました。はい、お母さんからいただくんですか。お母さんじゃないです。お母さん。お母さんから。そうですね。まあでもジョル原宿のネームさん、お母さん的な存在ですけれども、ちょっとこれ。何ですか。本当に手紙ですか。その生手紙ですよ。ええ。ね、B シャクル皆さんへのお手紙なので、ちょっと読みたいと思います。はい。親愛なる B シャクルとファンの皆様へ、皆様お久しぶりです。ジョル原宿ブッキング運営スタッフです。B シャッフルがジョル原宿出来になる前は、毎週のようにイベントでジョル原宿を盛り上げてくれたことが昨日のことのようです。原宿出来から約1年半、いつか B シャッフルさんが戻ってくることを目標にジョル原宿でイベント運営をしてまいりました。この出来になって1年半、より若いアーティストが B シャッフルのジョル原宿を盛り上げてくれている話題を聞きつけて、イベントをしたいと問い合わせが入ることも多くなり、別のイベントでも B シャッフルが残してくれていたものを感じる時があります。私たちはあのミッションの中での感動したことや嬉しかったことや辛かったことを励みにして、今もイベント運営に取り組んでいます。本当にあの時はメンバーの皆さんのおかげで素晴らしい景色を見ることができました。ありがとうございます。今回もジョルフェスにご出演を決めていただき本当に嬉しいです。また特番の第一弾アーティストとしてジョルフェスを盛り上げていただき本当にありがとうございます。ジョルフェスの欠かせない存在だとスタッフ一同思っています。私たちジョル原宿スタッフはぜひまた B シャッフルには原宿に戻ってきてもらいたいと心から思っています。ジョルに来てくれているお客さんからもまた戻ってきてほしいとの声も聞こえてきました。しかし私たちジョルスタッフだけでは原宿デキン解除を勝手に決められることではありません。そこで今日はこの良い機会もあり、ファンの皆様の意見をお聞きしたいです。もし過半数の方が原宿デキン解除の OK を出していただけるのでしたら、ぜひこのジョルフェスまでの期間だけでも皆さん一時的に原宿デキンを解除していただけないでしょうか。あのミッション失敗からずっと B シャッフルの活躍を原宿から見守っていました。どうか一度だけでもジョル原宿に戻ってきてくれると幸いです。皆様どうかお願いいたします。ジョル原宿スタッフ一同よりというお手紙をいただきました。ありがとうございます、ね、やはりこれだけ愛情を持った手紙をいただいているということなので、はい、ぜひちょっとせっかくですのでこのショールームの機会をお借りしてですね、はい、投票とさせていただきたいと思いますので、はい、皆さんもコメントね、ちょっと祈っていいですか。お、お願いします。ちょっとぜひちょっと、ね、ちょっとだけでもいいんで、メンバーからのこの熱い気持ちもありますので、ということでぜひ皆様、B シャッフルの原宿デキンを一時的に解除していいか、ユーザーの皆さんの意見を投票でいきたいと思います。私が投票スタートというと、画面右下のボックスの中に投票用のアイテムが出てきますので、投票したい番号のアイテムを投げて投票してください。 B シャッフルはジョル原宿を1番、3月24日までデキン解除 OK、 解除してもいいんじゃないかという OK という方は1番、デキン解除 NG という方は2番。大丈夫ですか。OK の方は1番、 NG の方は2番ね、3月24日まででいいですので、デキン解除 OK という方は1番で、 NG の方は2番でお願いいたします。制限時間は30秒間となります。はい、準備よろしいでしょうか。30秒間ぜひ皆様を祈って、皆さんね、熱いコメントも投票をよろしくお願いします。さあ、それでは運命のかかった投票いきたいと思います。投票スタート、お願いします。さあ、お疲れでしたね。でもジョルフェスまでですもん ね。そうです、2ヶ月限定でいいので解除してもらえないかということで、さあ10秒経過いたしました。あと20秒、さあコメントもいっぱい来てます。どんどんください。さあ間もなく10秒前、9 8 7 6 5 4。
3、2、1終了、タイムアップとなりました。おじゃー、さあ、ということで、すげえ、見ていきましょうか、すごいな、すげえ。さあ、ということで、1番の、レギン会場 OK が 95.3%、 わー、そしてレギン会場 NG が 4.7% ということで、ミッションセンター原宿3月24日までレギン会場となりました。嬉しい、やった、おびっくりするぐらいの圧倒数で、あー、ありがとうございます、 95% ですよ。てめえさん、ありがとうございます、ありがとうございます、本当に感謝します、ありがとうございました。どうですか、今の気持ちは。いやー、なんかもう、とよくわかんないです、なんか、ね、震えたね、はい、本当に今日の内容とかも聞いてなくて、うん、来たんですけど、いきなりそういう内容があってちょっと、いいんですかね、みたいな、ね、本当にありがとうございます、皆さん、ね、俺も一緒にパラリンピックに行ったらすぐ写真撮る、もういろいろ写真撮れてなかったもん、ね、写真に撮って原宿に着いた人が一緒に5人で写真撮りましょう、そうやな、本当に感謝の気持ちで、そういうの中でも、うん、あれもあれも行きたいですよね、あの駅着いたらすぐ前にある吉野っていう、あそこね、吉野の吉野のいいね、思いがね、本当に多分原宿その竹下通り行ったら、はい、そんな変わったんですかね、なんかいろいろ変わってるかもしれないんですけど、うん、多分もう泣いちゃうかもしれないですね、ちょっとその時を見たいな、うん、ね、コメントもいっぱい来ますよ、本当にすごいね、ユミンに早会いたい、うん、うわ原宿、うん、いや原宿ですね、そうね、でも竹下通りのその匂いと、うん、あの景色が、うん、もう未だにももう頭の中にもうあれなんですよね、鮮明にね、はい、鮮明なんですよね、コメントだって久しぶりに原宿一緒に行けるっていうコメントもいただいてますもん、ね、みんなにとってもめちゃくちゃ嬉しいし、すごい、これちょっと本当原宿行く日めっちゃ楽しみですね、そうですね、楽しみです、本当に、ひゅうたくんどうですか、いやもうあのジョルさんでのステージでのパフォーマンスはいつもあの結構ステージの幅がこう狭めなんで、そこであのスタジオ行ってこうなんだろう、そのステージの形をテープでこう作って練習するのをもう一回やらないとなって思って、そのなんかステージにこう作るのが楽しみですね、そうだ、懐かしい、あれ優等生やん、ちゃんと原点持ってもいいステージを見せなきゃいけないですからね、さあ、ということでちょっと具体的にジョル原宿でのイベントいつ開催するかというか、ちょっとね、今からちょっとスタッフさんとちょっとこう、はい、スケジュール調整確認をちょっと今からちょっと裏でしますので、ちょっと少々お待ちいただきまして、後ほど番組内でイベント日程をもう発表しちゃいます、終盤で、やった、なので皆さんぜひね、メモの用意とかスケジュール帳を用意して待っておいてください、お願いします、ということでちょっとね、今スケジュール調整をしてくださってるところで、ちょっと新曲についてここで伺っていきたいなと思っておりますので、はい、新曲についてちょっとどんな曲か、そしてリリーベはどんな感じなのか、ちょっとお聞きしたいと思います、はい、はい、あ、はい、よ、あ、僕から説明、あ、じゃあ、はい、そうですね、はい、あの簡単にちょっと説明していただきます、はい、あの今回の僕たち5枚目のシングルにはまず2曲収録されているんですが、あ、2曲収録されているっていうか、はい、もう2枚同時発売なんですよね、はい、でまず1枚はあのK-POP 調のキレキレダンスナンバーのかっこいい曲ですよね、あの、はい、ダンスライカンアニマルという曲が収録されてまして、別の1枚には背中を押してくれるようなとっても明るくて爽やかな曲、うん、インサーサーズ、この2曲同時発売なんですが、うん、この曲、まあ、僕たち最近リリーベしながら、うん、あの大阪名古屋も行ってきましたし、うん、なんか最近関東地方のところも回ってるんですけど、うん、まあ、たくさんファンの皆さんも聴いて見てる方もいらっしゃるんですけど、はい、まだ多分僕たち その新曲見てない方々、あのこの視聴者の皆さんの中にもいらっしゃると思いますよね、で次の次回のライブ、あのリリーベとか2月本当にパンパンにスケジュール入ってるん で、そうです、ぜひあの公式サイトで時間チェックして、日にちチェックして、ぜひ遊びに来てください、お願いします、お願いします、はい、同時発売でございます、ぜひチェックよろしくお願いいたします、お願いします、さあ、ということで新曲の、ミュージックビデオが、はい、今日は見れるということで、お、はい、ご覧いただきたいと思いますので、皆さん引き続きご覧ください、あ、じゃあ振りを、じゃあ皆さんが、はい、はい、ダンスライカンアニマル、はい、それではダンスライカンアニマルです、見てください、どうぞ、1、2、3、4
最高にファンタスティック誰もがためらえたスクリーン Welcome to the jungle right here Recording champagne right now 野生の獣のように本能をむき出す熱気のフォロー Hey girls 不思議なボーイフレンなんて忘れてダンスない燃え上がるようで Lose control 今世界はそう見てもかっこいいんですよ ね、うん、ねテンション上がりますね。なんかちょっと変わったね僕たち。そうですよね。可愛かったんですけど、うん、かっこよく髪型もねどうでもそれやけど、ね、あとなんか後ろにこうやってババって CG とか、うん、すごいあの入れていただいたんですけど、うん、そういうのも初めてですし、ね、なんか大人っぽくなりましたね。成長した、ね、って感じです、はい、あじゃあもう一曲の方も、はい、同時発売ですので、ね、はい、じゃあ曲 V 振りをお願いします。キュミキュミ、それでは聴いてください。It's the stars. Shine, it should become